今回は滋賀県瀬田ゴルフコース北コースアウトコースの5番ホール、レギュラーティーからピンまで370ヤードミドルホール攻略を紹介します。ティーショット右にドッグレッグしており、フェアウェイも右から左に傾斜している。ティーショットは右山裾を狙う。セカンドショットグリーンを狙える位置にボールが来ていれば積極的に狙っていく。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。アウトコースの5番ホールはパー4、レギュラーティーからピンまで370ヤード。ハンディキャップは1、右ドッグレッグのミドルホール。難易度は18ホール中4位、平均スコアは 5.71、 平均パット数は 2.04。 90ギリの人は3オン2パットが無難、100ギリの人は4オン2パットが無難です。アウトコースの5番ホール、パー4、レギュラーティーからピンまで370ヤード、ティーショットの攻略ポイントは、右にドッグレッグしており、フェアウェイも右から左に傾斜している。ティーショットは右山裾を狙う。アウトコースの5番ホール、パー4、セカンドショットの攻略ポイントは、グリーンを狙える位置にボールが来ていれば積極的に狙っていく。アウトコースの5番ホール、パー4、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。